こんばんは、林田直樹です。いかがお過ごしでしょうか。またちょっと今日は夜のうちの近くのバーの方からですねお届けしたいと思いますけれども、12月11日12日金土のおったば EC 祭り、クリスマス EC 祭りというですね、久しぶりのおったばで気合の入ったイベントがございます。ということで私のいつもの金曜日のサローネはお休みでございます。ただし、ちょっといつもより、私の登場時間は1時間早まって、今度は12月11日金曜日は午後5時から夜の9時まで、6、7、8、9と4時間にわたってですね、まあサローネに代わって、オッタバクリスマス EC 祭りということで、がっつりと私のですね皆様におすすめしたい真面目なクラシック音楽をですね一層お届けするというですね、企画がございます。そのご紹介していきたいと思います。まず12月11日金曜日午後5時から6時までの1時間、ピアニストの反田恭平さんをゲストにお迎えして、このノバレコーズから出ておりますメンデルスゾーンの無言歌集ボリューム1、これをですね、反田恭平さんの素晴らしいピアノ演奏、このディスク私もとてもお気に入りで、私が連載しているサライにも推薦版にしたんですけれども、これ19世紀のですね、ニューヨークスタインウェイを使ったもう本当に美しいピアノの音色、繊細なメンデルスゾーンのですね、無言歌の演奏がもうたっぷりとお楽しみいただける、ぜひ皆さんに聴いていただきたい。まあピアノ音楽というとやっぱりね、いろいろロマン派ありますけれども、なかなかメンデルスゾーンって意外と、スポットが当たりそうでいて当たらない、そういった意味で反田さんがですねこの無言歌をですね、全部プロジェクトで録音するということなんですけれども、ぜひちょっとメンデルスゾーンフォーカス、反田恭平さん、というのがですね最初の1時間です。そして午後6時から午後7時まではですねこちらになります。ドイツで活躍される、まあ日本でも本当にサントリーホールや BMF などいろんなところで私も、お見かけしておりますけれども、ソプラノの阿門昭恵さん、もうドイツのですねまあ歌物にかけてはですねやはりもう特別なやっぱり存在感を持っていらっしゃる方です。そしてその阿門昭恵さんがですね満を持してシェーンベルク、ウルマン、山田耕作、リヒャルト・シュトラウスという一癖も二癖もあるですねこの CD をですねこの度リリースされました。これは本当にもうまるでイゾルデみたいな声でですね歌っております。まあ、20世紀の初めのですねドイツと日本を結ぶ本当にディープな歌曲、これをですね阿門昭恵さんのソプラノでレコーディングしたもの、これも本当に素晴らしいレコーディングなんですけれども、これをですねぜひ皆さんにお勧めしたい。そして阿門昭恵さんはオッタバスタジオいらしてくださいますので、この、まあ、20世紀のですね前半のドイツ、オーストリアの音楽状況、そして日本の音楽状況、そしてこの素晴らしい、歌曲をですね阿門さんに私朗読リクエストしますので、それもぜひ楽しんでいただきたい。そしてその後、7時、8時、まあ8時半ぐらいまでかな、私が、今年もう本当に素晴らしかった CD をですねボックス3つ皆さんにお勧めしたい。まず1つはですねアムステルダムのロイヤルコンセルトヘボー管弦楽団によるベートーベン交響曲全集、1番から9番まで全部指揮者が違います。デビッド・ジンマン、レナード・バーンスタイン、ニコラス・アーノン・クール、ヘルベルト・ブロムシテッド、マリス・ヤンソンス、ロジャー・ノリントン、そしてカルロス・クライバー、フィリップ・ヘルベヘ、そしてアンタル・ドラティというこの1番から 9番まで全部指揮者違う、これはもう本当に皆さんオーケストラっていうと、ベルリン・フィルやウィーン・フィルがトップだろうと、思ってらっしゃる方多いかもしれませんけど、まあ、それだけじゃないんですねクラシックのオーケストラっていうのは。でやっぱりもう世界のトップの中にコンセルトヘボー、ロイヤルとコンセルトヘボーは絶対に入るんです。
なぜこのアムステルダムのロイヤルコンセルトヘボー管弦楽団がトップなのか、そして彼らが今年満を持してライブでですね、アーロン・クルーやクライバーが入ってるんです。これをおたまにかけちゃうというですね、もう本当、もう私も自信持っておすすめするこのコンセルトヘボーの交響曲、ベートーベンの交響曲全集、今年のまあ一つクライマックス、まだあります。そして、私はですね、もう一個おすすめしますのはこれ。これもおたまに売っちゃおうっていうんですね。キリル・ペトレンコ式ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団のこの、まあ、キリル・ペトレンコはね、あのサイモン・ラトルの次のベルリン・フィルの、首席指揮者としてですね、まあ、昨シーズンからですね、もう首席指揮者の地位について、まあ、このキリル・ペトレンコという人は日本ではそれほどよく知られてないかもしれませんけれども、まあそれこそ本当にカルロス・クライバーに匹敵するぐらいのもう超カリスマ、そしてこのキリル・ペトレンコがですね、ベルリン・フィルと何を始めるのかっていうのは、これはもうオーケストラ界の今後をですね占う上でも本当に重要なボックスセット、これちゃんとおまけがつきます。特別なおまけをついてあのオッタバでですね販売したいと思いますので、これもちゃんと書きます。ここで何といっても素晴らしいのは、まあ、ベートーベン・チャイコフスキーもすごいんですが、それと一緒にカップリングされているあまりよく知られてない作曲家かもしれませんけれども、フランツ・シュミットとシュテファンというこの2人の作曲家、20世紀の前半、ドイツ・オーストリアで活躍したリヒャルト・シュトラウスやマーナーに匹敵するほどのですね重要な作曲家です。特にフランツ・シュミットの交響曲第4番はワイマールドイツの最後の頃、ナチスドイツが政権を取った頃に発表された、とても暗い時代の雰囲気をたたえた、死の雰囲気を持っている交響曲の歴史の本当にどん詰まりの、マーラーのその先の一番ロマンティックなものがですね、もう乱熟して崩壊する直前のですね、音楽、これはね本当に交響曲の歴史に関心ある人はぜひ聴いていただきたい。それがベルリン・フィルの演奏でもって初めて、最高のものに私はなったと思います。このフランツ・シュミットの交響曲第4番もぜひ皆さんに、お聞かせしたいと思います。そしてもう一つ、私がクラシック音楽のオーケストラの音楽を聴く上で一番影響を受けた指揮者といったらこの人、セルジュ・チェリビダッケ。チェリビダッケのフランス国立管弦楽団との14枚組、もう何度かオッタバでもかけてますけれども、この14枚組を改めて、ご紹介したいと思います。この14枚組を優れているのはですね、まあ、チェリビダッケのライブのレコーディングなんですけれども、大体あのライブレコーディングっていうのはですね、惜しいところだけセットになることが多いんですね。例えばブルックナー交響曲全集なんて言ってこうボックスになるわけですよ。でもそれって大体あの前半の曲目とかですね、そのコンサートの雰囲気っていうのは伝わってないんです。売れる曲だけを CD にするケースが多いんですね。ところがこのフランス国立管弦放送管弦楽団とのチェリビダッケの14枚組というのは、とにかくメインの曲目だけじゃなくって、チェリビダッケが指揮していたもうシェーンベルクとかですね、それからそれこそデュティユーとかですね、そういうものも入ってますし、例えばコンチェルトなんかもですね、フルニエとかミケランジェリとかアルゲリッチと共演したものなんかも入っていて、もう本当にバラエティに富んだ曲がですね聴くことのできる、私も本当に毎日とっかいひっかい聴いても飽きないほどの多様性に満ちた14枚組なんですね。これも本当に、そしてチェリビダッケの音楽本当にまあなんていうかな、オーケストラ音楽の聴き方を私に教えてくれた人だと思ってます。チェリビダッケの音楽を聴くっていうことは、たとえ録音を通してでもクラシック音楽を聴く、オーケストラを聴く耳を本当に育ててくれるものになると思います。これもご紹介しますということで、今回のオッタバクリスマス EC 祭りなんですけれども、これはもう本当さまざまなねプレゼンターゲストが登場して、2日間で24時間食べ物から CD からあらゆるものを売る、まあ、ネット通販番組ですよ。ですが、そのネット通販番組を本当にガチで、私はですね音楽番組として成立させたいし、皆さんにそれを届けたいと思ってますということで、12月11日金曜日、
17時から21時までの私の担当するセクションはですね、本当にクラシック の、 あの本流一番メインのところをですね、私がご紹介したいなと思っております。オットワにとっては今度の12月の11日と12日、これはですね、もう関ヶ原の戦い、あるいは壇の浦の戦い、というくらいのですね、本当に重要な、あの本当にあのお祭りだと私は思っております。それをですね、ぜひあの、まあ、楽しんで、皆さんと一緒にね、楽しめる番組にしていきたいと思っておりますので、ぜひ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 楽しみにしていただければと思います。では12月の11日金曜日、ぜひ皆様に、お目にかかりたい、お耳にかかりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、オッターバのプレゼンター林田直樹が予告お届けいたしました。これはホットワインです